何年も前に俺のじいさんが呪われた化け物どもを飼っていた。だが一匹逃げた奴がいた。奴らの中でも最強のマカピチュウだ。恐ろしい存在で、じいさんでさえ奴を仕留めることはできなかった。しばらくして採掘者どもがやってきてこの山を掘り始めた。だが落盤事故が起き、呪いが再び呼び覚まされた。何人もの作業員が閉じ込められ、闇の中、食べるものもなく飢えに襲われた。かつてないほどの凄まじい欲望の波が押し寄せ、彼らを狂気へと駆り立てていった。殺人者となった彼らは仲間を襲った。怪物どもを殺しても、その魂は山に放たれ風のようにさまよいながら次の宿主を待つ。奴らを殺すのは無駄だ。罠にかけて閉じ込め、火で動きを封じる。そうやって俺はここで何年もの間狩りを続けたが、マカピチュウはまだ生きている。俺の手が及ばないところでな。だが一年前のある晩、ようやく奴を見つけた。だが森には他にも人がいた。マカピチュウを追っている間、奴は別の獲物を追っていた。奴はお前らの仲間を追い詰めた。どうしようもなかった。助けられなかったんだよ。だが復讐を誓った。俺はウェンディゴを追い詰めて炎で燃やしてやったのさ。マカピチュウは死んだ。